どうも、ラブミードゥです。7月1日、今日の夕方5時からの運勢をタロットで占います。今日1日、運が悪かった人も、夕方5時以降は運が開けるかも。まずは、今日1日の流れをカードを引いてみたいと思います。こちら、ペンタクルの6、満足いく1日を表していますね。有意義に過ごせたかなとか、まあ、心が大きくなっていることがあるかもしれないです。では、今日夕方5時以降の運勢です。こちら。あ、ソードの9ですね。絵を見ると、まあ、何かショックを受けているような悪夢を見たのかもとか。まあ、現実であってほしくないなぁなど、まあ感じられますが、この現実であってほしくないっていう解釈が大切でして、現実じゃない社会、まあ、映画やドラマや漫画を読んで現実逃避をするのに良い日です。まあ、その結果次の日寝不足になるとか、そういうことを表してますね。または、今夜この後、ですね、5時以降お酒を飲みすぎて次の日二日酔いとかになることを描いてます。なので今夜は楽しい夜になりすぎてしまうのでは、明日7月2日に大事な約束がある人は今夜終電で帰ろうとか早めに帰ることを考えた方がいいかな。まあ、楽しい夜になることは間違いないんじゃないでしょうか。まあ、一応あと携帯電話を置き忘れて帰ってきたりなどショックを受けないようにだけ注意してくださいね。さあ、あとですね、まあ、占いっていうのは、偶然に意味があると思う学問なので、7月1日今日見ていない人でもたまたまいつか偶然に見た人に何かメッセージを伝えられるように何かカードを引いてみたいと思います。それがこちら、ワンドのエースですね。まあ、このワンドのカードは、まあ、希望がある。何かをつかめるとき、スタートのときを表してますね。今、偶然見た人は、誰か手を差し出してくれる人が現れるのかもしれません。手を差し伸ばしてくれてる人の好意を素直に受け入れて甘えると、運気が高まるってことを表しているかもしれませんね。それじゃあ、また明日。バイバーイ。